じゃあ今日はね、はい、いろいろやったじゃない、はい、前にちょっと僕、はい、サインのことやってる、はい、プロを使ってる、あ、はい、覚えてる、はい、やりましたね、はい、はい、あ、何覚えてないですよ覚えてないのかよお前、ま、俺忘れてない、ま、え、お、なんで分かったの適当だろ、ここですか、いや、たださ、二遊間がさ、はい、ランナーセカンドに行った場合に、はい、ピッチャーとね、やっぱシグナルがで、これ5種類ぐらい本当はあるんだけど、はい、まあ、例えば、まあ、俺がセカンドだとするじゃん、はい、で、ピッチャーとのサインもある、はい、まあ、例えばこうやって出したら何が、はい、分かる、グラブがキー券取り消し、はい、まあ、例えばこうやって入って、まあ、これがピックオフの1、これが2、3、4、5、はい、分かる、キー券取り消し、ね、何、取り消し、取り消しです、はい、例えばこれが一発、これがデイライト、はい、デイライトって分かる、一回お前がランナーだった、はい、ここ行ったと、はい、こうやってランナー行ったら後ろのショートがこうやって一回寄ってきて離れてグラブのこう出したあれで牽制する、それがデイライト、一発っていうのはこうやって入ったらもうバンと投げる一発、まあ、3が何でしょうかな、まあ、時計回りでも、はい、時計回り、逆回り、あ、これで投げる、はい、ね、4カウント、こう入って1回見て2回見て1で投げる、これが4、はい、で5がキャッチャーとのサイン、まあ、例えばこうやって見ててこう入ってキャッチャー見ててキャッチャーがこうやって構えててポンと落としたらショートが入ってるんで、これは5つぐらいあるの、セカンドランナーの牽制で、はい、ね、それをちょっとやってみよう、はい、お前がショートランナー、ショートランナー、はい、で、まあ、はい、ピッチャーからもらいました、はい、はい、もらいました、わーいいね、いいね、まあ、そういうので、はい、二遊間でサインを出してる、はい、帽子がキーになるとき、帽子がキーになって1、2、3で決めてるやつもいるし、はい、まあ、大体グラブで、4、ね、はい、その時にピッチャーが、まあ、例えば、はい、アンサーっていうのを出す、はい、例えばお前が出してるサイン、グローブをキーで、はい、俺がピッチャー、まあ、1だったよね、はい、何のリアクションも起こさない、はい、そしたら勝手に取り消し、ピッチャーがやりたくなる、でもその時に太陽時代を使ってたのが片っぽの足でちょっとこうやってマウンド蹴るんだ、はい、なんかスパイクの足土を落とすような、はいはい、これがじゃあやるよっていう合図、アンサーも見とかなきゃ、ピッチャーも、うん、そういうので二遊間でランナーを牽制する、はい、これちなみにセカンドが入るかショートが入るかみたいなのあるんですか、サイン、うん、だってそれもあのショートが優先で、はい、ショートがこうやって出した3を、はい、でセカンドも出した、はい、ショートが優先なの、ああ、なるほど、そういうのもでキャッチャーの落としっていうサインがある、はいはいはい、あれはキャッチャーから出る、落としやるぞって、はいはいはい、返しておいとか言ってでキャッチャーが、まあ、例えばフラッシュの時はこれだけでサインになる、キャッチャーミットをこうやってやったら、はい、一発落としがあるよ、へ
そしたらみんなのアンサーがある。やっぱりピッチャーと同様にこうやってつま先でこうやってやったら二遊間ね、こうやってやったらやる。でもピッチャーが見落としたここアンサーしない。取り消し。だからさ、落としなんていうのはみんながやっぱ見てなきゃなきゃ。なるほど。みんなが感じなきゃ。なるほど。はい。だからピッチャーなんてバント処理のも思えない。はい。結構まあ二遊間もそうだね。はい。あとはキャッチャーの1、3塁のサイン、はい、どこに投げてくるもう覚えなきゃいけない、はい、で自分のこのサインも覚えなきゃいけない。大変なんですよ、サインだらけなんですよ。サインだらけですね。サインだらけ、ね、いやでも慣れると、はい、まあもう自然と入ってくる。うん、まあ、こういう場面ではこういうことが、はい、こういう場面はこういうサインが出る、はい、それがこうリズム的に分かってくると、はい、大丈夫。あ、ね、まあ、そういうサイン系の話でした。私は参考してください。